こんばんは。今村悦子です。今日は松原靖樹さんのコラム、楽しいと幸せは違う、楽しいかマインドに気をつけるを読んでいきたいと思います。楽しさを満喫することにそりゃ悪いことはないと思いますが、楽しいかしている人があまりに多い。強みも二次的強みがこれに似ているのだけれども、自分の本来求めることが手に入らない。だからそんなせちがらい、うまくいかない世界で、それでもうまくやるために楽しいかできることを見つけて励むという図です。楽しいことをしていれば人生うまくいっていると錯覚できます。だって楽しいから。それも閉塞感のあるかっこマイナスの人に比べて、自分はなんて充実して満たされているのだろうと思える。いろいろと試しているうちに、生きていくことは楽しいことだかされてしまって、気がついたら楽しい毎日を過ごしている。ただちょっとだけ根本的に虚無があるだけさ。こうなったら楽しいか包囲網による完璧な正当化の出来上がりです。自分の心が求める楽しいことと、何かの諦めをカバーするために心が楽しいことにした楽しいかは違います。例えば、本当は心が結婚したいと思っているのに、それが手に入らないという根本的諦めが優先することで、日々の趣味や仕事を充実させることで、今特に不満ありません、むしろうまくいっているとする。うまくいっているから問題がある。楽しいかはブロックであり、自分に対する処世術でもあります。心の求めよりもうまくいくことを優先する態度。大事なことは、それを分かっていることで、必ずしもやめればいいものでもないということ。毎日充実しているから結婚なんか興味ないというのは正当化。結婚を心は望んでいるとして、毎日充実しているけども、ここに流されずに、なんとか結婚できるようにしよう、できる気はしないけどやってみようというのは、本心をキャッチした自分に対するトライ。まあ正直、両方あればそれで良い。結婚しても結婚生活とは別に、日々の充実はあっていいし、それは楽しみ化できる人の方がより良かったりもする。楽しみ化は一つの強みでもあるので、それがうまくできない人もいるわけだから、それを正当化や自分を殺すことに使うのではなく、本当に心が望んでいるものに使う。その過程は、例えば分かり合う気がない人に向き合うことがあるかもしれないし、決して楽なことばかりではないはず。だから、楽しみ化を使って逃げる、困難があっても心が本気で求めているのなら、そこに向かってやってみることが人生注文かな。別に困難ばかりやれと言っているのではない。散々やって、これ以上自分には無理、限界があるとなった時に、初めて楽しみ化で土台を固めていけばいいのだと思う。そしてそれは諦めではない、自分に対する許しになる。ということです。はい。千里の道はここから始まる、1月26日、東京目黒のパーシモンホールで松原靖樹さんの千里講演会があります。みんな本物に会いに来てね。ではまたねー。